陽明天皇は第31代の天皇。金明天皇の第四王子であり、母は蘇我の稲荷の娘である北志姫。立花のと与妃の巫女と大江の巫女とも称された。微達天皇の死後に即位。聖徳太子の父親である。仏教を信仰し、仏法を尊重する姿勢を持った。しかし、信仰をめぐり蘇我の馬子と物部の森屋の対立を激化させる要因となる。結果、大きな政治的混乱を引き起こした。病気にかかり、その折に仏教に帰えしたいとの願いが、また蘇我の馬子と物部の森屋の間で論争が激化。 そのの混乱の中で崩御した。陽明天皇の死後曽我の馬子は物の部の守屋を討ちその支持勢力を滅ぼした。両母は初めはいわれの池の絵の御捧詐としたが後に高知の品川の原の御朝に改装。信仰や政治的な対立は後世の歴史に影響を与え特に仏教の需要につながる重要な時期である。